こんにちは。白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら。とうとう発売になりました。ドラム専用のグリス。そして、え塗るための棒ですね。そして、拭き取るためのウエス。そして、えー、この塗り方の取扱説明書ですねえ。パックになったドラム専用グリススターターパックのご紹介です。はい、ということで。 こちらが私が普段つく使っているグリスですね。としみつって書いてあります、えー。工具箱に入れておくものには名前を書いておくと割と楽です。で、えー、よいしょまあつま、つまようじ程度の棒です。そして、えー、本当にボロ布ですね。ウエスです。えー、これ、セットについてくるやつはこの3倍ぐらいの大きさがあるかな。えー、ということで、えー、まあ、グリスを棒で塗ってで拭き取るあのはみ出た部分とか、 っていうだけのセットなんですけれどもそれにプラスマニュアル使い方が書いてあります例えばテンションボルトそして例えばシンバルスタンドやアタッチメントそしてタムホルダーですねそういう部分への塗り方というのは書いてありますではこのタムホルダーというのはですねグリスをつける場所としてちょっとピンとこない方が多いと思うんですねではちょっとですね今から実験をしてみますのでこれがどういうことかというのを説明しようかと思います はい、いこちらですす。ね、タムホルダーのグリスを抜いてあります、えー、そこにヤマハの 4kg のウエイトを載せるとはい、だんだんあここまで来るともう,こう落ちてしまうという形ですねはい、次に、えー、グリスを塗ったものなんですがさっきと同じぐらいの場所大丈夫ですここでと大丈夫ですね 全然大丈夫ですはい 4kg 乗っても全然大丈夫でした。ということで、えー、グリスをここにただ刺しただけです。これだけ保持力が違います。先ほどの重さこれ 4kg です。4kg の重りがタムに乗っても大丈夫なようにここにグリスを刺すだけですね。でなります。えー、まあ初めのものは、まあ、油が抜いてある状況なので。 例えば分解とかしして掃除をした後の話ですねメンテナンスをした後にメンテナンスをしたにもかかわらずあれ動きが悪いぞということにならないようにですねえーちゃんとグリスアップをするというのはすごく重要なことなんですね。ということでえーグリスと棒とウエスト接着練習ですねこのセットえ割とですねあのドラムのメンテナンスえ自分でやったけど悪影響を えー、しか残さないとかですね割とあるんですよなのであのそういうこともないようにですねぜひ、えー、正しい知識と、えー、一緒にですね使っていただければと思いますそれでは白井ミュージックの白井と清水でした